今、何時だ？丸二日だぜ、クラピカ。残りの品は後日ネットオークションになるそうよ。ボスも納得してくれたわ。スクワラが殺されたの。ボスはそのことよりエリザの動揺ぶりにショックを受けていたわ。あいつは自分のやるべきことをやってる。だからお前も今はゆっくり休め。この方の名はジェイト・サリ。現在もプレイヤーとしてゲーム内に存在しております。本契約書に記載された年月日までにこのゲームがクリアされなかった場合、それはプレイヤーの現実での死を意味します。それでは9億ジェニーからお願いします。じゃあこれは201番さらに倍、240億。バカ、お前71番、255億。あいついくら持ってんだよ。305億ですか。グリードアイランドのゲームクリアに協力しますよ。ライセンスはあるのかね。はい。いや、ないよ。この会場に入れたというだけでも君たちが特別なのはわかる。まずい、作戦失敗か。一つのカードには一人分のデータしかセーブできないんだよ。なぜそれを。俺たちグリードアイランドのセーブデータを持ってるんです。あの指輪か。指輪のことも知っている。えっ、やってもみないでなんでわかるの。やってからじゃ遅いんだよ、坊や。つまり新たなプレイヤーを投入できないのだよ。現実世界に戻ることを諦め、ずっとゲームの中で生き延びようとしているの。俺たちにはその力がないってこと。なんでこいつにそんなことわかるんだよ。入手どころかすぐにゲームオーバーだ。もし参加する気があるのなら、その間せいぜい念を磨くことだな。くっそー、腹立つな。絶対審査受かってやる。私たち盗賊、盗むに決まってる。おお、じゃあお先に。あ、また消えた。言いたい放題言ってくれちゃって。そー、初、つまり必殺技さ。え？リスクは重すぎず軽すぎず、かつ自分の系統に合ってて実践的であり。どんな能力にか。おい、次はお前の何をどう強めるかってことだな。ガン、俺は今日から必殺技の特訓に入る。こうして脅しでもしないと、あいつすぐ横道にそれるからな。お前たち程度の念ではすぐにゲームオーバーだ。でもクラピカのことだから、クモがまだヨークシンにいることが分かったら。ねえ、クラピカは一体どんな修行をしたの。ただ眺めてみたり舐めてみたり、音や匂いも。その幻覚の鎖にやがて重たさや冷たさ。そうだクラピカ、俺の師匠になってよ。私のボスが明日にでもここを立つ。立場上ついていかねばならない。そっか、それがいいよ。ゴンは誰に念を教わったんだ。結論から言うと、強化系に必殺技は必要ありません。でも今は時間がないんです。どうしても俺4日後の審査に。ゴン君、私が理由を言わなくてもその人を見ていればわかるね。はい。自分に何ができるかを一つ一つ思い出してみなさい。ヒント、お願い。ヒントをください。ずいぶん焦ってるみたいですね。今度は全てを同時に見せなさい。全てを。天、オーラを肉体の周りに留める。レンはオーラを出すことで絶は出さない。それを同時にって無理だよ。出るのと出ないの同時にやるなんて。それから密かの技を見破るために行を覚えて。わずかだけどオーラが出てる。これを閉じれば全て同時にできる。よし、できた。何か掴んだな。負けないぜゴン。二人は今1分1秒惜しんで修行しているからな。クラピカをよろしく頼む。あいつは冷静に見えて無鉄砲。この町で出会った誰よりもいい心音がするわ。
転職をおすすめするわ。ま、考えてみるよ。え、帰っちゃったの？また会えるし、今は修行を頑張れってよ。ゼパいるからだ。あいつもまた会おうって言ってたぜ。やっぱりすごい人だね、ゼパイルさんって。16番602億でグリードアイランド落札。その代わり個人資産の半分を失ったそうだぜ。そこまでするのには何か理由があるんでしょうかね。まことしやかな噂が飛び交ってますがね。アイダリー、お待たせいたしました。これよりプレイヤー選考会を始めたいと思います。審査を担当いたしますのはプロハンターセズゲラ氏です。一人ずつステージの上で連を見せてもらう。では審査を受ける方はこちらからどうぞ。説明はあれだけかよ。でも周りの奴らは当然のように行動している。きっとこの行動の選択も含めて過程は全て審査の一部。どのグループの判断が正しい。次の方どうぞ。今並んでる連中とその周りを取り囲んでる連中さ。そうか、この選考会では32名も合格者は出ない。今回の審査で選ばれるのはおそらく20人ちょっとってとこだろう。からくりを理解して席に残り集中してる俺たち。主催者側から考えたら、せっかく集めた人たちの実力は自分の断りを持ってそれに身を委ねるってのはなかなかできねえんだ。ああいううんちくたれんのに限って落ちたりすんだぜ。聞こえるよ。冒険しなきゃ前に進めない。それだけ危険な道。それ以外は待て。俺たちの最も重要な仕事は待つこと。では連を見せてもらおうか。初でもいいの？どう？もう少し見るかい？いや、よかろう。合格だ。受かってるのは真っ先に動いた奴らと席で待ってた奴ら。ゴン！あ、切るわ！まったく末恐ろしい子供たちだ。詳細は契約書に書いてあるので夕方5時の出発までよく目を通し。二つ、ゲーム内から持ち帰ったものは全てバッテラ氏に所有権がある。奴が絶え間はたいて求めてるのはその何かだ。何かって何だ。じゃな、レオリオ試験頑張ってね。おう、お前らも気ぃつけてな。どのハード機からスタートしても行き着く先は皆同じ。すぐにゲームを開始してもらうのだが、その前に順番を決めてもらいたい。おや、君は確かセーブデータを持っていたね。どのセーブデータでも最初に行き着く先は皆同じだ。ならば指輪をはめてゲームをスタートしたまえ。グリードアイランドへようこそ、ゴンフリークス様ですね。それでは指輪をはめた手を前に出し、ブックと唱えてください。最初のページを開いてみてください。それぞれのポケットに番号が振ってあります。指定ポケットはナンバー0からナンバー99まで100個あります。100枚のカードを集めればいいんだね。そうです。逆にカードをアイテムとして使いたい場合はゲインという魔法を使います。これ以外にも2つカード化できないケースがあります。このゲーム内に存在するアイテムには全てカード化限度枚数があります。カードを本に入れずに1分経つと自動的にアイテムに戻ってしまいます。そろそろ覚えきれないぞ。あとはゲームを進めながらより詳しい情報をご自分で入手してください。セーブデータを読み取ります。ジン・フリークス様からのメッセージです。ジン、思う存分プレイしてくれ。まあこんな距離から気づかれてるようじゃ大したやつらじゃねえ。街らしき影は全然見えないな。さて行くか。見てるやつがどんなやつだろうとまずは情報収集だ。なんて？ゲームを楽しめって。ゲームを楽しめか。本を持ってるってことはあんたもプレイヤーだね。まあね。
スペルカードも知らないようじゃ話にならないぜ。トレースオン、キルアを攻撃。キルア、大丈夫？攻撃成功。リターンオン、マサドラへ。雫、ホルトピー、ちょっといいかな。旅団の活動に関係ありってこと？まあね。ねえ、トレースオンとか言ってたの念の一種かな。今月はじゃんけん大会だってさ。優勝商品は真実の剣。情報収集もしなきゃいけないしな。それではスタート。この人何も知らないね。はい、商品のガルガイダーね。難易度ランクは SS から H まで10段階あって、 F は下から3番目ね。初めて見る顔だ。すごいの。この圧倒的な死体の存在感、とてもゲームとは思えない。ねえキルア、まさかさっきキルアがかけられた魔法って？あいつが死んだのは他のプレイヤーによる念のせいだ。それより俺たちと組まないか。確実にゲームをクリアできる方法がある。君は確かここに来る途中、他のプレイヤーにスペルの攻撃を受けてたね。やけに気前がいいね。何か裏があるとしか思えないぜ。途中でゲームから抜けてまた戻ってきたのかもしれないだろう。慣れたものなら相手がバインダーを出したらすぐ自分もバインダーを出す。ブック。ねえ、スペルのカードはどうやって手に入れるの？ヒルアにかけられたスペルも気になるしね。これで全部か。ああ、他はあっさり断られた。腹が吹っ飛んでたよ。ボーマーの仕業だ。ボーマー？その中で君たちが受けたスペルは調査型トレースかアドヒージョンの。そして貴重なカードを手に入れたらすぐに現れ強奪する。プレイヤー狩りを目的とした最も過激な奴ら。自分で探す。他のプレイヤーと交換する。原因はカードの入手難度とカード化限度枚数のシステムだ。殺せば指輪は消滅しカードデータも消えるが、当初このルールはプレイヤー同士の殺し合い防止が目的だったはず。だから俺たちがピリオドを打つ。同志を募りゲームを攻略する。少なくとも俺たちは暴力を使わない。スペル、プレイヤーを悩ませ続けたカード化限度枚数、それを逆手に取る。それはこのゲームの前提がカードの奪い合いだからだ。バッテラ氏の依頼でここに参加したんだろう。承知の上での勧誘か。残り必要なスペルカードは。言うんだもん。怖いのはゲームじゃなくてプレイヤーの考え方だよ。だからこそのあんた専用ゲームだろ。でも殺しはなしさ。とにかくあんな奴らをほっといて俺たちはゲームを楽しもうぜ。やめろよバカ。まずいだ。なんで？俺本当にそう思ってるんだよ。それにしてもいいわね、若い男の子の無垢な友情。